どうもタカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュックなどをクラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルになっております。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今回ですけどもですね、皆さんゲームやりますか。ゲーム、僕もですね結構ゲームはやりまして、僕の今のこの部屋にあるゲーム機で言ったら、例えばね、PS5 だったりとか、まああとはもう最近ね全然あんま使ってないんだけどスイッチとか、そういったものは一応、揃えております。で、ゲームってね皆さんね楽しいと思うんですよ。僕もですねゲーム自体はねもうやっていてすごい楽しいなと思っていて、まあねこう友達とねプレイするのも楽しいし、まああとはね僕は兄弟いないからあんまりそういうの体験できなかったけど、兄弟いる方だったらね兄弟同士でこう争ったりするのもまあいい意味でね、まあ教育っていう意味で繋がってくるとは思います。はい。で、まあプレイステーションの場合だと、例えばこうテレビがなければ遊ぶことができないとか、まああとスイッチの場合だとですね、テレビと繋げなくても遊べるけどテレビで繋いだ方が臨場感があるとか、まあそういったね、まあ悩みっていうのは結構あると思うんですよね。で、お子さんとかあとはね、まあ社会人の方でまあ同棲して住まわれてる方とか一人暮らしじゃない方とかだったらね、突然ね起きる魔の手がありますよね。それは何かっていうとですね、そろそろドラマ見たいから変わってくれるとか、そろそろ野球見たいからテレビ、変えてもらってもいいか、あの声、あともう少し遊びたいのに、あと少しでクリアできるのにっていうあの魔の声がですね突然降りかかること、皆さんも体験したことがあると思います。今回はですねそういったゲーマー、いわゆるゲーム好きな人にですね朗報です。はい、今回ねご紹介するのはこちらになっております。オミプレイというですね、まだパッケージから見てわかるようにですね、まあ中国の、まあ商品にはなるんですけど、現在ね、幕開けの方で出資支援を行っているですね、この色から連想してわかるように、スイッチとかをまあ主流にしたですね、HDMI、変換器みたいな感じですね、まあいわゆるゲームのキャプチャー、をするための機械みたいなものを、今回ね、ご紹介させていただきたいと思います。はい。で、こちらなんですけど、まあ、いわゆるですね、ノートパソコンとか、あとはですね、カメラで撮影するときに、携帯自体をモニターにしたりとか、そういうことができるですね、まあ、画期的な商品にはなっておりまして、こちらオミプレイなんですけど、現在ね、幕開けの方で、5930円で販売しております。で、お届け内容としては、この小さい中にですね、オミプレイの本体がまず1個入っているっていうところと、あとタイプ C のね、ケーブルが1本入っていたりとか、タイプ C to タイプ A の変換アダプターが入っていたり、専用ケースだったりとか、説明書が入っていたりと、結構ねこの小ささからはですね想像できないようなたくさんのものが入っています。はい、こちらのね商品を使うことで、まあいわゆるそういったテレビをね、独占できない環境下でも、代わりにテレビになるようなモニターを作り出すことができるっていうところがまず一つのねいいところではありまして、まあいろいろ特徴を持った製品なんですよ。その特徴っていうのが、まあ今回ね3つあるんですけども、まずはね挿すだけでノート PC が、スイッチとか、プレステのディスプレイに変わるっていうところで、まあ最近ねMac とかでゲームされる方とかであったら、プレイステーションをね、リモートプレイとか、そういうのやってる方もいらっしゃると思うんですけど、まああれはあれでいいんですけど、やっぱりですね、線でつなぐよりもですねちょっと若干タイムラグがあってですね、まあ銃撃戦とかああいう FPS のゲームをするときには結構ね致命傷だったりとかするんですけど、そういうのもなくなるような製品だったりとか、あとは時間無制限で、音声付き録画ができるっていうところで、有名なところで言うと L 型のね、キャプチャーボードとかが、結構ゲーマーの人とかだったら、まあ配信者の人とかだったらね、結構思い浮かぶと思うんですけど、まあそれに近いような、形の配信機材にもなる。あとはね、一眼レフにもつなげば、まあ高画質ウェブカメラにも変身しますよっていうところで、まあ僕らみたいなねこういうカメラを結構好きな YouTuber とかもですね、結構ね、楽しめる製品になっているっていうところでは、まあ結構僕的にはこれ使ってみたいなと思う製品なので今回ね取り上げさせていただきました。はい、それじゃあ早速ですねちょっと、皆さんの前にですねそれは言っても使わないとわかんないと思うのでちょっと使ってみようと思います。レッツゴー。はい、お待たせしました。今回ご紹介するこちらがオミプレイという製品になっております。
で、まずオミプレイですね、これ開けていただくとですね、結構中には充実した付属品がたくさん入っていまして、先ほど申し上げたようにまずはこちら、タイプ C とタイプ C のケーブル、そしてですね、オミプレイ本体はこれです。キーホルダーみたいなのもついていて、まあ、いわゆる持ち運びには結構便利なサイズ感かなと思います。あとはですね、まあ、実際の、まあ、製品になると、もう少しですね、紙ベースのいい、説明書がついてくるんですけど、一応ねこういう感じで説明書が、ついてきたりとか、あとはね付属ケースとして、まあ、あのケースって言ってもねこういう巾着にはなるんですけど、まあ、こういったものがついてきたりとかする感じです。はい、あと今回はですねメーカーさんから、お借りしているサンプル製品になるので、タイプ C とタイプ A のアダプターケーブルはですねちょっと今回、入ってないんですけど、実際、お客様の皆様の元にですね届ける場合はタイプ C とタイプ A のアダプターが、ついてくるといった感じです。でタイプ C とタイプ A のアダプターっていうのはどういうものなのっていうところでね皆さん思うと思うので、あったかな、ちょっとね別の会社のものにはなるんですけど、こういう感じの、ものがついてくるというイメージです。こんな感じね。うん。で、先がタイプ A になってて、こっち側がねタイプ C になってるので、タイプ C のねパソコン、対応じゃないものにも使えますよっていうようなものです。これ結構ね最近ね100均とかでも売ってるんですけど、かなり便利なので、もし使ったことないよっていう人はねいくつかね、100均で仕入れておくのもいいかなと思います。で、早速このオミプレイのちょっとスペックの方からですねまずご紹介させていただきたいなって思うんですけど、はい、このオミプレイはですね、結構小さいねキャプチャー、ボードになってます。まずこれ本体サイズなんですけど、ここの部分が 55mm で、この縦の部分で 25mm の、幅 9.3 というですねかなり、小さい形になっています。で、デザインもですねこうなんていうんですか、あのスイッチを、連想させるような、赤黒、そして青のこの、挟み込みのタイプですね。なのでかなりねこうスイッチとのマッチングっていうところも結構いいんじゃないでしょうか。はい。で、一応ねこれ、入力端子としては HDMI のオスがここに、ついていて、で、出力端子としてはここに USB Type C のメス、 USB2.0 ですね、これがついているといった感じです。で、解像度は入力は最大 4K の 30fps まで、対応していまして、で、出力としては、最大ねフル HD の 60fps まで、対応します。なので、ちょっと 4K の出力ができないっていうところは残念なところではあるんですけども、まあそれでもですね、普段お使いのパソコンとか、そういったものに、繋ぐだけでですね、まあモニターとして活用できるっていうところで言うと、まあ全然ね使いやすいモデルかなと思います。で、こちら、通信、音声規格等で言うと UVC、MGPG とあと YUV、あと UAC の、LPCM とかそこら辺がね、対応しております。はい。で、対応 OS なんですけど、こちらはですね結構幅広い、OS に対応しておりまして、まあ例えば Windows 7、あとは Windows 7、あの8、10までは対応してますね。 Windows 11に関してはちょっとね書いていないので、もしかしたら対応してないかもしれません。僕の環境下もですね Mac オンリーになっているので、今現在はなので、ちょっとねそこら辺のところが、調べきれないのは申し訳ないなと思います。で、MacOS 10、そして MacOS の11も対応しておりまして、あとは Android のね、OS で、Android OS 11もね対応しています。なので結構ね幅広い機器に対応しているので、使いやすいかなとは感じています。 CPU は Intel の Core i5 の 4400 のデスクトップとかにも対応しているし、あとノートパソコンで言うと i7 の 4810 とかも対応しているそうです。で、グラフィックは NVIDIA GTX660 とか GTX870M とかは対応していて、メモリも 4GB の、RAM が一応ですね対応しているっていうところですね。はい。で、こちら、なんといってもねすごいのが、これ接続方法がすごい簡単なんですよ。まずプラグ&プレイですぐ使えるっていうところで、これねオミプレイを使いたいデバイスに挿すだけで、もう HDMI 出力のあるデバイスと、ノート PC とデスクトップをつないで好きな場所で好きなようにゲームを楽しむことができるっていうところがいいところです。はい。で、つなぎ方なんですけど、まあ、今回はですねゲームは
スイッチを、使用したいなと思っていて、で、スイッチを、まあちょっと今充電中なので、ざっくり、ご紹介させていただくとですね、まずスイッチのドックに、これ繋いでください。で、裏面のねドックの部分にこの HDMI が多分あると思うんで、そこに挿していただいて、でこっち側のタイプ C にこのタイプ C のケーブルを、まず挿す。で、この片側のタイプ C を例えば Mac だったりとか、あとはね、まあ Mac じゃない持ってないっていう人はですね、あの Windows の、例えばノートパソコンとかにこういうタイプ A で繋いであげるだけでですね、まあ基本的には使えますよっていうような感じです。なのでそこはね結構ねいいところだと思います。はい。でさらにはこれ、すごいのがですね、価格も性能も負けないっていうところで、まあちょっとね表を見ていただきたいなって思うんですけども、こちらね、まああのよく知れてる G 社と I 社の製品とちょっと比べさせていただくんですが、このオミプレイはですね、まあ価格としては5230円ですよと。で、まあ G 社、I 社と比べてもですね、圧倒的に値段が安くて、さらにこの解像度の入力をちょっと見ていただきたいんですけど、G 社、あの、有名なね、やつがあると思うんですけど、あれで最大 4K の 30fps で、まあ6490円なんですよ。で、それに、まあ1200円の差をつけて同じ解像度までしているんですよね。で、さらに、こう出力っていうところで言うと、G 社のやつはですね、ちょっとあんまり良くなかったんですけど、愛車のあの2万円のものと比べてですね、こちらのオミプレイはですね、最大、フル HD の 60fps まで出せるので、まあ、入力出力ともにですね、今メジャーな G 社愛車のやつと比べるとですね、圧倒的に、使いやすいと思います。まあちょっと遅延のところで言うと、他の、会社のものがですね、未公開なので何とも言えないんですけども、まあ 0.02 秒なので、まあ多分おそらくですね、遅延に関しても許容範囲かなっていうような感じがしています。マイク音声とコントラスト調整がこちら一応できる形になっているので、この小ささで、まあ、あの愛車よりも上回っているっていうところを考えて、さらにこの値段で圧倒的に5倍近くするような値段を5分の1にしたっていうところで考えると、まああのお得っちゃお得ですよね。はい。で、ここからですね、まあ実際に使用してみたりとかですね、こういう使い方便利ですよっていうのをちょっといろいろご紹介したいと思うので、機能&使用、ここがすごいコーナーに入っていきたいと思います。はい、早速このオミプレイなんですけど、あの楽しみ方としてはですね、全部で5つございます。まず1つ目がノート PC で遊ぶ、そして2つ目が録画してシェアや配信に使えるっていうところ、でさらに3つ目はウェブカメラにしたりとか、あとは、4つ目として、写真を確認、まあいわゆるですね、これは、まあ僕が持っているカメラはほとんどですねバリアングルと言われるカメラになってるんですけど、チルト式とかああいったものを使ってらっしゃる方からしたらですね、かなり使いやすい使い方の、方法です。そしてさらには、まあ楽しみ方5として、その他にもいろいろ使えますよっていうところが挙げられます。はい。まずはですね、楽しみ方1のノート PC をゲーム機のディスプレイにしちゃいましょうよっていうところで、それを早速ですね、やってみようかなと思います。それではやっていきましょう。ちょっとですね、スイッチがかなりね、やっぱ充電時間かかりそうなので、PS5 をちょっとね、今、起動させました。で付け方としてはもうマジね、ここ真靴だから本当見せたくないんだけど、この後ろ側にねこういう感じで、オミプレイを挿して、でこれ何に挿してるかというと、僕の場合はこれ PSVR の、まあ、いわゆる出力ボードに挿してます。でそれから挿して、これタイプ C で Mac に経由してあげる。で今ねこれオミキャストっていう、まあ、いわゆるあの OBS みたいな配信ソフトがあるんですけど、それに、まあ返してですね、このように映してるといった感じです。このオミキャストは OBS よりも結構僕、今使っていて使いやすいなと思ったのが、ここのねインターフェースが非常に簡単っていうところで、この、フル HD の 60fps っていう風に今選んでるんだけど、これ結構ね画像綺麗じゃないですか。で、これフル HD の 30fps にするとこんな感じ。まあ、あの FPS とかしない限りね、やっぱりわかんないとは思います。で、次がこれ HD の 60fps、うん、でここで、まあ、いわゆるですねマイク音量変えたりとか、この音量ゲーム自体の音量を変えたりとかできます。はい。今、これがそうですね、ゲーム音量が一番最大で、マイク音量は中ぐらいにしてます。で、このカメラマークを押すと、いわゆるですね、スクリーンショットを撮ることができて、まあ自分のね、ピクチャーのファイルに、直結して、そのまま画像が取り込まれるって感じです。で、こっちが配信。
開始の、ボタンです。まあ、いわゆる録画みたいなもんですね。これは。はい。で、この V と C があるのは、いわゆるですね、このキーボードの V を押すと、もう録画開始されますよ。で、V もう一回押すと、これ、録画停止しますよっていうような感じです。で、C を押せばスクリーンショットをこう撮ってくれますよっていうような感じ。なので、結構使いやすいですね。はい。で、設定はこんな感じになってて、まあ、この、ファイルを選択するところは、いわゆるスクリーンショットをどこに保存するかっていうような感じ。うん、で、これは、画面自体のこの輝度を、変えるような形で、一番下にするとこれぐらい真っ暗。で、一番明るくするとこれぐらい明るく。まあでも、ほとんどの人が多分真ん中で十分かなと思います。で、これは白と黒のコントラストって感じですね。はい。明るくするにはこれを最大にして、暗くするにはこれを、一番下にすると。真ん中にすると、まあちょうどいい、あのバランスですっていう感じです。はい。まあこうやって見てもですね、Mac の、まあいわゆるですね、この、MacBook Pro のですね、モニター自体が結構やっぱ綺麗なので、普通に、この後ろ側に、普段ね僕が使ってるこれモニターでちょっと汚いんですけど、この、モニターよりも結構ね、綺麗に、見えています。はい。で、どれぐらいね、やっぱこうゲームっていうところで言うと、反応速度いいのっていうところで皆さん気になると思うので、ちょっとね、ゲームもやってみようかなと思います。あくまでも、これは、モニターとしての、まあ、機能なので、このキーボード上で何かこう操作するってわけではございません。なので、普通にね、こういうコントローラーで、操作していただきます。はい。まずは PS ボタンを押してみます。あ、反応としては悪くないですね。うん。動きもそんな遅延は感じないです。はい。で、表示エリアの選択ってところですね。あ、これは、まあ多分新しいモニターとしてなってるからかな。うん。まあ、こういう速い動作も、そうですね。ちょっと若干、まあ遅延は感じるものの、そこまでって感じですね。うん。今ちょっとディスク自体ファークライが入ってるので、ちょっとファークライやってみますね。で、この画面上にマウスのマークがやっぱ出てくるので、これはね、一番端とかにしてあげるのがいいのかな。そうですね。音も、実際この MacBook Pro の、スピーカーから出るので、結構ね、音との臨場感は大きいですよ。うん。なので、お使いの PC によって、やっぱりこの、ゲームの見え方とか、ゲームの音っていうのはあるとは思うんですけど、まあ、それでもですね、あれですね、いいパソコン使ってれば結構、いいんじゃないでしょうか、これは。うん。で、ちょっとね、動き的に言うと、若干ね、そうですね、ヌメヌメ感はないかな。もうちょっとヌメヌメ感が、やっぱこういう FPS ゲームでをするにおいては、欲しいかな、といったところですね。わかりますかね？ちょっとやっぱりこう、なんていうんですか、ゆっくりというか、こう、早い素早い動きがないっていう感じが分かりますかね。ちょっとじゃあ実際ですね、打ったりなんやりした方が皆さんにも分かりやすいと思うので、そこら辺のところをやってみようかなと思います。どこ行こうかな。このミッションやってみますか。そこですね。で、やっぱゲームするんだったら、今僕は16インチの MacBook Pro でやってるんですけど、それぐらいはやっぱ欲しいかなっていったところですね。ちょっと小さいと多分ね、これゲームはしにくいかなと思います。13インチだとね、やっぱりね、こう、なんていうんですか、さすがに厳しい。打つ系ではないのか。ちょっとやりにくいな。スタイル感結構やっぱあるな。飛行機の動きもやっぱりちょっと遅さは感じますね。まあでも多分ね、これ FPS でタイプのゲームだからっていうのもあります。多分ね、スイッチとかのほのぼのゲームとか動物の森、ああいうのをやる上では多分ね、そこまで害はないかな。特に感じるのがこの、なんていう、銃を撃つとか、例えばね、ここでマシンと、なんかちょっとね、弾の残像がマトリックスみたいな感じで見えるなすか。もう一回いきますよ、ほら。こういう感じになるので、ここがちょっと、ゲームとしてはこんな感じで。ムービーはね、見やすいかな。こんな感じになっております。で、ここ、あれですね。爆発系もやっぱ遅いね。
なんで FPS 向きではないかもしれない、うん、残像が結構あるんでこんな感じで、一応ねこのオミキャストってのを使うと、まああのウェブ配信とかゲーム実況用のライバー配信とかも、まあ今後ね、アップデートとかで使えるようにもなるの でそこら辺のね今後ね、まあ使っていきたいよっていう人からしたら、まあ僕使ったこの肌感からするとやっぱりエルガトとかああいったものを使ってる人もですね、やっぱこう FPS はなかなか難しいなっていう風に思われてる方多いんですよ。なんでそれと対してやっぱりですね、こう差がそんな感じないので、僕的にはこれ今後ゲーム配信とか考えてる人は一番いい、キャプチャーボードなんじゃないかなと思いますね。うん、エルガトの結構線が多かったりとか大きかったりとかするんですが、これは線いらないっていうところと、まああとはねこういうね接続する PC につなぐ線ぐらいしかいらないので、それもタイプ C なので、まあ携帯の充電器と併用していただくことも可能なので、個人的には今現状出てるこういうゲーム用のキャプチャーとかの中では多分一番使いやすいモデル PC にはなってるかなと思います。はい、じゃあ早速ですね、次、もうここまででですね、実は最初の使い方、モニターとして使おうよっていうところから、まあゲームとかしようよとか、あと配信しようよっていうところも含めてですね、実はもうすでにね、さらっと、流しちゃったんですよね、これで。なので、ちょっとね、カメラとかにも繋いでみて、人がどれぐらい使えるのとか、そういったところもですね、やってみようかなと思います。それでは、カメラに移っていきたいと思います。Let's go! ちなみにね、ちょっと、比較のためいいかなと思って、モニターでやるとね、モニターだとやっぱこれぐらい、サクサクと動くんですよ。で、こういうジャンプの時とかもこういう感じでね、やっぱ、PS5 のゲーム結構ヌルヌル動くので、やっぱねそこら辺は違いますね。で、あと弾の出す時とかもほらやっぱりこう見えないでしょ、残像が。なのでここら辺もね、やっぱりこのキャプチャーボードの多少は限界があるっていうところはあるので、これぐらいの差は一応生まれますよっていうのは、まあ覚えておいてください。で、やっぱりね、先ほどのやつだとこういうの見えなかったと思うんだけど、こういうのもね、水が出てるのもちゃんとわかるので、こういうところが、やっぱりですね、モニターに直差ししてるのとでは違うよっていうところは、感じますね。はい。で、ちょっとね、カメラにつないで使おうと思ったんですけど、ちょっとね、僕のアンドロイドが古いやつだったので、ちょっと使えなかったんですけど、実際使おうと思ったらですね、このカメラの HDMI の、ところにこれを挿してあげて、で、片方に、タイプ C なので、アンドロイドをつないであげることで、このようなバリアングルの、形で、使うことができます。まあ実際ですね、このタイプの HDMI が使えるカメラっていうと、やっぱりこうソニーさんとか、まああとはですね、パナソニックの GH5 とか、そこら辺しか使えないので、実際これに、まあ、そうですね、カメラ繋ごうと思えば、そうですね、やれることとしては、例えば、そうだな、この先にね、マイクロ HDMI の端子つけてあげるとか、そういう感じにしなきゃいけないので、まあ、そういうね、まあ、メリット、デメリットがあるかな、というところですね。はい、ただしね、ウェブカメラとしてはこれね、使うこともできるので、まあ、そういう使い方をしてあげるのもいいかもしれません。はい。はい。今ね、まあマイクは切ってるんであれなんですけど、例えば、これ今繋いでるのが、これはこの MacBook Pro の、純正の、カメラで映してる画像です。で、これを、例えばこういう一眼レフとかそういったものをですね、ウェブカメとして使いたい場合、ここにオミプレイを挿して、で、タイプ C で MacBook とか、まあ、あとは、こういうね、タイプ A 変換器でそれぞれの PC に繋いであげるってことをするだけでですね、これ、ウェブカメとしても使用できます。どういう風に使うのっていうとですね、まあ、このビデオ設定のところからオミプレイを選択してあげるだけなんですが、それだけで、もう基本的にはこれウェブカメに変更するって感じです。よいしょ。カメラをオミプレイにしてあげると、こんな感じ。やっぱ結構ね、綺麗なのがわかるかなと思います。はい、こんな感じで、今ね、この画像がここに映ってるっていう感じ。結構簡単ですよね。で、やっぱね、このクオリティの、画像でね、やっぱウェブ会議したら、あいつすっげーいいカメラなんだなっていうのがすごいバレるかなと思います。全然違いますよね。はい。今僕が使ってるのが α7-4 ですね。はい、α7-4 に、これは、14mm、24mm の、シグ
グマの、レンズ、Eマウントのレンズをね、使ってるって感じです。はい。まあ、こういう感じでね、撮ることも可能です。はい。で、一応、これ、ビデオ設定のところに、マイクも、一応、オミプレイがあるので、マイクシステムをオミプレイにして、カメラもオミプレイにするとですね、ここの、カメラの、マイクで拾った音が、まあ、向こうに流れるといった感じになります。はい。こういう使い方もできます。で、さらにはですね、この、例えば、オミプレイを、PC に繋いであげて、こいつをね、いわゆる、モニター化してあげることもできる形になっていて、それはね、結構僕的に、使いやすい機能かなっていうふうには思っています。はい。その使い方も結構簡単で、ちょっとね、今、普段仕事で使ってる PC をこっちに繋いだんですけど、こういう感じで、ちょっと画面比率とか後ほど設定すれば、これがフル画像で出るんですが、まあ、マルチモニターとしても、使うことができます。なので、まあ、パソコン、まあ、2台持ってることはほぼないと思うんだけど、使わなくなった MacBook とか、MacBook Pro、そういうものもですね、こういう風にモニター化してあげれるのは結構僕としては利点が高いかなと思います。一応ね、これ画面の中で、まあ、移動とか、そういうのもできまして、例えばこういう風に、画面をガッてやると、こっちにね、今マウスが行ったんですけど、こういう感じでね、まあ、ファイル移動とかもできるので、本当にね、モニターとして使えるっていうのはいいです。はい。ただ、こっちのマウスのマウスポインターも一応ここには乗ってくるので、ちょっとね、それの逃げ場所とか、そこら辺だけ考えてあげる必要性はあるかなと思います。まあ、大きい、PC モニターを、あまり買う余裕がなくて、PC を2台持ってるって方は、まあもちろんこれ MacBook じゃなくても、そのタイプ C を、使えるものとかであれば、繋ぐこともできるので、まあこういうね、まあオフィス的な使い方もできるっていう点では結構いいポイントではないでしょうか。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、このオミプレイというですね、ちょっと珍しい、まあ、いわゆる HDMI キャプチャーボードをご紹介させていただきました。はい、個人的にですね、すごい使いやすいなと思いました。はい、まあ、まだソフトウェアが開発中っていうところもあるので、すべてのね、動作について検証はできておりませんが、まあ、今回ね、ゲーム画像を皆さんに見てもらったと思うんですけど、非常にね、綺麗な画像が、出ていたと思います。まあ、FPS ができるかできないかで言うとちょっと難しいかなとは思うものも、ほのぼの系のゲームとかそういったものを、する上では全然問題ないかなと感じていますので、まあ本当にね、スイッチ持ってる方とかで、スイッチのドックもね、小型化している方とかだったら、これとセットして、使うことでですね、より快適な、外でのゲームライフとかも楽しめるかなっていう風に感じがしました。で、またね、今回ちょっとね、ウェブカメラとして、カメラもね、これ接続させていただいたんですけど、ウェブカメラ繋いでも本当に綺麗に映るなーってところがあったので、これもね、またいい使い方かなっていう風に僕の中で思っています。はい。なのでぜひですね、こういうものを使っていただいてですね、今のゲームライフとか、あとは、ワークライフとかをですね、より向上させるっていうのは全然いいかなと思います。いいところ悪いところちょっとご紹介させていただくとですね、まずいいところは非常に小型化なので、持ち運びもしやすいよっていうところは非常にいいかなっていう風に感じがしました。はい。で、さらにはですね、こう映りも結構綺麗だっていうところも、いいポイントかなっていう風に思っています。はい。で、ちょっと残念だなっていう風に思ったところで言うと、残念だなと思ったのが、まだね、これ携帯に関して Android 版しかちょっとないんですよね。iPhone とかはちょっと対応してないので、 iPhone がもし対応できたら、僕的にこう Mac 環境すべてこれ、使えるので、より使いやすいかなっていう風に思いました。はい。まあそんなところですね。はい。今回はこんな感じで動画の方を終了させていただきます。まだこれ幕開けの方で出資支援を行っておりますので、ぜひですね、支援の方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。